チョン・ジョン・イオン監督率いるサッカー U20 韓国代表は来る12日午前3時30分、ポーランドル・ブリンでエクアドル代表と、2019FIFAU20 フフワールドカップ準決勝を戦う。試合を翌日に控え、公式記者会見に出席したチョン監督は、個人的な夢は叶えた。あとは、アジアの誇りを持っておののいたい アジア最高の成績に挑戦するためには、まず明日の試合に勝たなければならない。明日を超えれば、より大きな夢に挑戦することができると語った。以下、一問一答。準決勝を控えた心境は、今大会に出場し、二つの夢があった。一つは、アゲイン1で、 二つ目はチームで七試合を戦うことだった。無謀だと思われていたが、叶えることができた。あとは、アジアの誇りを持っておののいたい。どこまでいけるか、みたい。準決勝の相手イコールエクアドルはどんなチームと見ているか。南米予選を一位で通過したチームで、攻守のバランスがいいチーム。 FW 人の能力も驚異的だ。我々の守備陣がどのように封じ込めるかがポイントになるだろう。ボールを持って奪われず、ラストまで持ち込む方法を考えている。セネガル戦後、国民の大きな関心が向けられているが、韓国内の雰囲気は正確にはわからないが、家族や知人から連絡が相次いで届いているのは事実。 選手たちも同じようだ。しかし、選手たちがこのようなことに敏感にならないようスマホの使用を控えるように話している。だからといって、選手たちからスマホを取り上げるようなことはしていない。尊重と自立の中で規則を守るように要求している。しきりに外的なことにだけ神経を使うのは良くない。今はただ、 明日の試合のことだけを考えなければならない。